らいまして、40分ぐらいの、話なのかな、1話に関しまして、とても単純で分かりやすくて、しかしとても感動するという甘い、でもとてもピュアな話で、ちょっととても良かったですよ。これはちょっとじゃ見ないかんですね。そうですね。中国の若者と対話するために必要な一つのアイテムですね、このトピックス。次の方、レイコさんという方、福岡に移住して、今福岡に住んでいる中国人の方ですけれども、住んでいて感じたことの感想を3つ書かれて送られてきました。まず、コンパクト型。本当にこの福岡市の主人だと、そういう主人公の感じが味わえること。3番目、市民たちとてもフレンドリーで民度が高い、外国人にもとても優しく接してくれる点、非常に褒めまくっていますね。いやー、ありがとうございます行政の皆さん丁寧に接してくれるということ。コンパクトな都市なんですか、この福岡。そうですね、やっぱり皆さんおっしゃいますけど、北住近接というかですね、東京みたいに満員電車に乗って何時間も通勤しなくていいというようなのは絶対にあると思います。自転車でいろんなとこにも行けますし、いいですね。でちょっと行ったら郊外に山も海もあるというので、そういう意味では、空港も近いですし、もう本当に市内から15分で空港まで着けちゃうので、羨ましいですね。北京は50キロ。そうですよね。だいたい市内から1時間とかかかりますね。かかりますね。はい。もう本当に地下鉄一本ですから。うん。10時の飛行機に乗るのに9時まで飲んでても間に合いますから。嘘のような話。羨ましい。実は福岡と言いますと、私たち CRI 日本語放送の元同僚に、日本人の同僚で博多っ子がいました。現在も福岡で活躍されていますので、澤田はじめさんこと源氏さんからも、感想を聞きましたので、ピックアップしてご紹介します。まず、美人が多い、ご飯が美味しい。それから独身の成人の男女比ほぼ1対2だそうです。ということは、やっぱり女性の方が多い街ですか。そうですね、独身の方確かに多いかもしれないですね。住んでる人とかって大企業とかの福岡支店みたいな形で、はい、なんかこう来られてる方とかいて、そういう人は単身赴任とかで来てる場合もあるので、そういう意味では独身の女性の方が多いというのは、そういうのが影響してるのかもしれないですね。やっぱり都市から来る女性っていうのが非常に多いのかなというふうに思いますね。こう九州の人ってどちらかというとあまり外に出ないようなイメージなんですけど、九州の中で福岡なら行こうかなみたいな人はやっぱり多いんじゃないかなって、九州の中でみんな福岡に集まるようなそんなイメージだと思いますね。わあ、納得できますね。山下さんもやっぱり同感ですか。そうですね、福岡にやっぱり大学それから専門学校の数が多いっていうのもありますし、若者が集まりやすい。そうです。